こんにちは、ゆうぞうです。さあ、始まりました。ゆうぞうホビーベースのラジコンコーナー。ゆうぞう流戦車、ラジコン編ということで、なんと今回は私が発見したラジコン戦車のやり方を皆さんにご紹介したいと思います。それでは、スタートします。はい、今回使う道具なんですけども、こういったちっちゃい100均で売ってるようなハケと、一番のおすすめのものがこちらです。ドーン、マックオフ、マックオフ、マックオフ。これですね、自転車に使うシャンプー洗車の洗剤です。これはですね、まあ主にマウンテンバイクとか、まあ、泥とかね、落とすのに使います。これですね、すごいめちゃくちゃいいんですよ。まあお値段はちょっとするんですけども、まあここにね、まあeEバイクにも使えますよ。カーボンフレームにも対応します。自然にも優しいです。すごい、これね、ラジコンに使ったらめちゃくちゃ相性がいいことが分かりました。これを使ってこれから洗車していきたいと思います。まあ、やり方としては洗剤をですね、まあ、シュッシュッシュッと泥の部分にかけて、まあメカにはね、なるべくかからないように泥汚れにかけて浸しておいて、水で洗う前にこうはけるね、こうちょっと細かいところをゴシゴシして、で、あとは水で流すというやり方です。泥汚れですね、ちょっと見ていただきたいんですけども、こちらですね、ホイールのね、中の泥とか、こういうはけでコシコシってやるんですけど、まあ、あとはね、タイヤとかも泥すごい時はこのマックオフの洗剤を浸しておくと結構綺麗に取れます。まあ、ボディはね、それも洗剤を使って、まあ、ゴシゴシと手で洗うんですけど、結構汚れがねついてるので、これ放置するとなかなか取れないですし、その見栄えも悪いので、ボディもちゃんと洗っていきます。メカ類は水とかね絶対つかないように気をつけながら洗っていきます。あと細かいところもハケでこうね取りながら、下回りとかも見るとすごいホコリが溜まってるのでね、結構なので、ハケでねささってやっていきます。じゃあ行ってみよう。はい、あとですね、こちらのですねエアコンプレッサーも使っていきます。これはね普通家にはないと思うんですけども、まず砂を吹き飛ばします。まあ、これでねある程度の砂はね飛ばせるんですよ。まずボディですね。こういう大きめのねブラシも用意するといいかもしれないですね。シャワーでねちょっとやっていきましょう。シャワーモード、優しめで洗っていきます。さーっと流して、ここでこれをかけていきます。はい、次はこちらの本体の部分ですね。本体の部分はなるべくメカ類に、もうなるべくっていうかもう絶対メカ類にかからないように水でまず流します。モーターはね多少こう水ついても大丈夫かなとは思います。あとホイールのね、ホイールのところとか水でこう洗ってるんですけど、まあ本当はやらない方がいいんですよね。例えばこのタイヤですね、タイヤの中にスポンジを入れてる場合、スポンジがね水を吸収しちゃってもうダメになるらしいんですよ。なのでまあ水はね絶対かけないように。なんだあ、ホイールの部分とかですね、このマックオフをかけていきます。あとこの下の部分ですね、泥がついてるところにまんべんなくね、ホイールの中、あとタイヤですね、これゴムにも問題ないので、この洗剤はゴムも問題ないのでまんべんなく拭いていきます。ちょっとビップな使い方してますけど綺麗になるんでね。あとホイールの内側ですね、内側こういったところにもかけてあげます。かけたら5分くらい置いておくと、5分だと長すぎかな、3分くらい置いておくと泥がね浮いてくるので、あとは水で流すだけです。さあ次はですね、おっと、次はですねこうハケで隙間とかね、こう汚れをなじませてこうかき出す感じでね、洗剤をなじませながら細かいところなじませて、でこっちも
ね、ホイールの中ですね、特にホイールの中をなじませていきます。はい、こんな感じですね。喧嘩しないで。はい、こうやってですね、泥をかきながらこの洗剤をなじませていきます。内側とかね、特に入りづらいんで、こういう細いハケとか使うとやりやすいです。大きいところはこういうブラシを使った方が楽なので、こんな感じでね。あとタイヤの泥とかね、結構隙間入念にやっていきます。はい、で時間が3分くらい経ちましたので、これから流していきます。じゃあまずね、ボディから流していこう。さあ流します。はい、こんな感じで流して、ぬめりもだいたい取れたので、これはね、エアブローして拭き上げます。はい、次は本体ですね。本体は絶対にね、メカ類にかからないようにやっていきたいと思います。まず足回りからね。って言ってもね、多少はねかかっちゃうんですけどね、指でこう確認しながら、ザラザラ感がね、砂溜まってるとザラザラしたりする。あと洗剤のぬめりを取りながらね。これでだいぶかなり綺麗になりましたね。でここからね、エアブローして、あと拭き上げていきます。はい、こんな感じでね、ざっとね綺麗になりましたので、今回は終わりましたけども、一回走らせてね、さっとねハケでね、こうホコリを取るくらいでもだいぶ違うと思いますので、まあ遊んだ後はこんな感じでメンテナンスしております。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、こちらのマックオフ、マウンテンバイクとかねで使われるシャンプー洗車剤、こちらをですね使って、泥だらけになったラジコンをきれいにしていきましたけども、相当ねこうきれいになりますので、おすすめかなと思います。まあこうやって水洗いすると 中に水がね溜まるので、こうスポンジ入れてるタイヤは絶対にやらないでください。はい、ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。